の勝ち越しのチャンス。井出は5月の11日スワローズ8回戦延長10回、2アウト満塁のチャンスに1塁線のサイドレフトを打ちました。今シーズン打点が6あります。31回の打席で打点が6。さあ、これでの交代はありません。そして代打はご覧の井出。ここちょっとね、はい、バッテリー特に梅野選手のリードに注目してもらいたいんですけども、はい、強気で攻めるんであれば、インサイドからできます。インサイドから、はいはい、ただ安